おととい、トルコの放送局が報じたニュース、ウクライナ西部のリビウでインタビューに応じているのは、日本人の義勇兵だと紹介されています。 2年間の軍務を経験したとも話している日本人義勇兵とされるこの男性 MBS の記者がツイッターなどをもとに連絡を取ったところ男性は20代だといいます送られてきた写真では男性が装備品やヘルメットを身にまとい胸にはウクライナ軍の認識票が確認できます男性はウクライナ入りした理由や今の状況をこのように記していました 現在、我々はウクライナで義勇軍に参加していますそして現在、日本人は3人いますが、3人とも軍務経験があり、それぞれ専門を持っています今のところ現地では、医療訓練を主にした戦闘訓練を行っております我々がなぜここに来たのか、理由としては難民などの報道を見て、彼らを助けたい一心で来ました 男性は単身でウクライナに入ったのではなく、他の2人の日本人と合わせて3人で活動していると主張しています。現在の位置や状況といったところについては、詳しくは述べませんが、ウクライナ側としては非常に苦しい、さらには民間人の犠牲、難民が多く出ていることに関しては、公然の事実であります。 松野官官房長官はは今日、報道は承知をしております。個々の報道の一つ一つについてお答えすることは差し控えたいと思いますが、日本政府はウクライナ全土に退避勧告を出しており、同国に滞在する法人は、直ちに退避をしていただきたい。そんな中。 ウクライナ人の避難民でしょうか。男性からは子供をあやす動画も送られてきました。そしてメッセージはこのように締めくくられていまし現地に平和と安全が戻り、子供たちが日常を取り戻すために、我々は覚悟を持って全力で最後まで戦ってまいります。